旧友駅の現状友鉄、バスセンター、友駅は、かつて、広島県沼熊郡友町ご地にあった、友鉄道友鉄道線の終着駅である。友町の市街地の北側の入り口に位置していた。友鉄道線は番期には、自社バス路線によって経営が圧迫され、朝夕のみの運行になっていたが、これは、バスの友川ターミナルが、市街地の中心地に位置しており、 当駅よりも利便性に優れていたことも、鉄道路線廃止の原因の一つである。他にも当初営業の目的であった友の港で、荷上げされる、鉄道貨物輸送が、港の地盤沈下によって振るわなかったことも、指摘されている。なお、バスターミナルは2005年春に、建物が更新され、敷地内に関連企業の株式会社グローバルが、運営する、土産物店。 友鉄バスセンターが新規に作られたが、友鉄道としての営業拠点は失われた。しかし、館内に友鉄道営業当時の写真や備品類が展示されている。駅跡地は、鉄鋼工場の敷地とバスの回転場などの広場となっている。また、旧鉄道路盤も、県道22号線の拡幅工事によって痕跡は消滅している。かつての駅の痕跡は、廃止から、 半世紀が経過しており、鉄道を記念するモニュメントも一切存在しないため、ほとんど確認することはできない。バス停の名称は、友も小前であり、敷地内の片隅に標識がある。その標識と屋根の下に、わずかに駅舎の改札口の基礎の残存が確認できる程度である。ありがとうございます。